スノーピアサーは2020年放送のアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。すべてが凍りついた世界で残された人類を乗せて地球を走り続ける列車スノーピアサーの謎を描く。原案はジャック・ロブ、バンジャマン・ルグラン、ジャン・マルク・ロシットによるグラフィック・ノベル・レ・トランス・パーソネージュと同作品を原作とするポンジュの監督の2013年の映画。 スノーピアサーが元になっている。テレビドラマ版の制作総指揮もポン、1の月止め、ジェニファー・コネリー、ダビード・ディグス、ミッキー・サムナー、アナリース・バスソラが出演する。アメリカでは2020年5月17日よりシーズン1が TNT で放送が開始された。アメリカと中国以外ではネットフリックスが放送権を獲得し、2020年5月25日から 日本を含む世界で配信された。シーズンには2021年1月25日より放送され、翌日にネットフリックスで配信されている。シーズン3の制作が発表されている。7年前、深刻な地球温暖化に終止符を打つため地球を冷ます。作戦が行われたが、すべての陸地が雪と氷に覆われ生物が生きられない世界になってしまった。 2021年、億万長者のウィルフォード氏によって建設された戦意両にも及ぶ永久機関列車スノーピアサーは残された人類を乗せて地球を走り続けている。その車内は限られた資源を管理し厳格に社会階層を守ることで維持する管理社会となっていた。スノーピアサーのキャスト。上段左からジェニファー・コネリー、ダビード・ディグス、ミッキー・サムナー、イド・ゴールドバーグ。 エナホール、ローワン、ブランチャード、カッコ内は日本語吹き替え声優。2016年にターナーネットワークテレビジョンにて、パイロット版の制作が発表された後、全10話のテレビシリーズとして放送される予定であった。パイロット版の脚本は、ジョシュ・フリードマンが、監督は、スコット・デリクソンがそれぞれ担当したが、その後にフリードマンは意見の相違から降板し、テレビシリーズでは、 クレーム・マンソンが担当する。また、デリクソンも、マンソンの方針にことを唱えて交番しているが、2018年7月26日に、ネットフリックスによる制作が報じられた際には、デリクソンは、マシュー・オコナーと共に総括プロデューサーを務めると、報じられている。2019年5月28日には、2020年春に、予定しているシーズン1の放送開始前に、 シーズン2が決定したことや、TNT から TBS に放送局が移ることが発表された。しかし9月に決定は覆され、TBS から TNT に放送局が戻った。10月12日には、グラフィックノベルである原作に敬意を表したティザー映像が公開され、アニメと実写を組み合わせた映像で前日単が描かれている。2020年1月16日には、 スノーピアサーが1000で構成されていること、さらに主要キャストに焦点を当てた新しいポスターが発表された。当初、2020年5月31日から放送される予定だったが、新型コロナウイルスの流行の影響から早くオンエアすることになり、2020年5月17日に繰り上げられた。TNT で5月17日に第1話、5月24日に、 第2話が放送され、5月25日からは、ネットフリックスで配信が開始された。ネットフリックスでは、初日に2話が同時に配信されたことにより本放送に追いつき、日本ではアメリカの本放送から数時間後の配信となっている。第1シーズンは、批評集積サイトのロッテンとまトずトに69件のレビューがあり、批評化支持率は61%。 平均点は10点満点で6.29点となっている。また、メトクリティックには23件のレビューがあり、過重平均値は55、100となっている。ありがとうございます。